これが神崎重工で完成した帝都防衛の要、量子甲冑後部です。また失敗するようなら根本から見直すべきだ。我々は神崎のところに金をつぎ込みすぎた。ここは我々の利害を討議する場ではない。帝都は発展し続けている。同じく邪悪な闇の力もまた。伯爵、それは分かっているつもりだ。つもりでは困ります。闇はもうすでに動き出しているのです。器が万全だとしても問題は中身だ。今のところ拒否する者、脱落する者、いずれも出ておりません。では帝都防衛構想通りにことが進んでいると理解していいわけだな。はい。この工房を操り帝都防衛の中心的役割を担うのは帝国歌劇団花組なのです。変だな、どこ行っちゃったのかしら。
あの洋服素敵だったわね。どこから来たの？はい、仙台です。んー、で、何を？あー、いたいた！姉ちゃん、見つけた！あの、探したぜ！あの…さ、行こう行こう！坊主、知り合いか？そうです。ねえ、ちょっと、あなた！ほらほら、デートじゃ今、家出人の取り締まりが厳しいんだぜ。私、家出人じゃありません。でも警官にしょっぴかれるのを助けてやったんだ。ほら。はい。だからその礼っていうか。ああ、お礼がまだでしたね。まあね、ありがとうございました。そうじゃなくて、わかんねえの？はい。ったく、田舎者は。何しに来たんだ？職探しだったら難しいぜ。違います、帝都を守りに来たんです。あ、帝都を守りに。まあ春だからな。はい。この度彼女の帝国歌劇団花組への入隊が決定しました。とうとう新宮寺家の人間がな。はい。実は米田君からも報告があった。共に高魔戦を戦い抜いてきた一馬君の娘だからね。の、あやめくん。で、さくらくんはいつ？彼女には今迎えを出しております。お話し中申し訳ありません。なんだ？藤枝少佐、高村椿さんからお電話が入っております。ありがとう。新宮寺さくらが着いたようです。